い、哲也です。今日はね、ついに米中断交へというテーマでお話ししてみたいと思います。中国発の新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、トランプ大統領の中国に対する怒りが日に日にヒートアップしているようですよ。まあそりゃそうでしょうね。米ジョンズ・ホプキンズ大学が5月14日に集計した数字ではですね、新型コロナウイルスによる世界全体での死者は30万人を超え、米国ではね、最悪の約8万5000人もの死者を出していますからね。あの泥沼化したベトナム戦争でさえ戦死者はね、6万人にも達していなかったわけですから。まあこのままのペースが続けば、今年の夏にはその倍以上の数値に達することでしょうね。中国の初期対応の遅れや隠蔽が新型コロナウイルスの世界的な感染拡大につながったことを前提に考えれば、トランプ大統領によるこうした対中批判はまあ当然と言うべきでしょうね。トランプ大統領はこれまでも、発生源で止めることができたのにしなかった、これはアメリカだけではなく世界が受けた損害だ、損害賠償請求も検討しているなどと記者会見で連日のように繰り返してきましたよね。ただ最近はね、フェーズが一段上がったようでね、5月14日放送の米フォックスビジネステレビのインタビューでは、ついに習氏とはいい関係だが今は話したいとは思わない、中国には非常に失望していると厳しく批判しましたよ。そしてその上で、対中報復としてただ多くの報復措置を講じることができるというだけにとどまらずね、中国との関係を完全に途絶えさせることもできるとか、関係を遮断すれば5000億ドルを節約できる、まあ、5000億ドルっていうのは53兆6000億円ですけどね、まあ、それだけの節約ができるとまで、言い出したらしいんですね。まあ、この5000億ドルという数字の根拠はよく、まあ、わかんないですよね。貿易赤字がそれだけ減るということなんでしょうか。よくわかりませんけども。米政権は現在ね、対中制裁関税の強化などを検討していると、まあ、見られますけどね。トランプ大統領はね、そこからさらに一歩踏み込んで、対中貿易停止をちらつかせるようになったんですね。それに加えて、東シナ海や南シナ海での、まあ、米中のね、軍事的緊張も高まっていることからね、トランプ大統領が中国との断交を示唆したと報じたメディアもあるそうです。まあ、トランプ大統領としては、今年の11月に控えている大統領選に向けてね、中国の責任をね、厳しく追及し続けることでね、トランプ氏自身の、まあ、対応の遅れやね、景気失速への批判をね、かわそうとする、まあ、狙いもありそうですね。ところで、米国における対中強硬姿勢の結果は、トランプ氏の個人的な感情やね、まあ、トランプ政権の思惑によるものだけではありません。実際ね、5月12日にはね、複数の与党共和党議員、これジュシュ・ホーリー議員とか、エリーゼ・ステファニク議員らがですね、中国政府が新型コロナウイルスの感染拡大の経緯に関し、米国などによる調査に協力せず、自ら明確な説明をしなかった場合、中国に制裁を科す権限をトランプ大統領に与えることを盛り込んだね、新型コロナウイルス説明責任法案というものをね、米議会に共同提出したということなんですね。まあその法案の中身をね、具体的に言いますとね、次の4つのポイントがあります。ポイント1、トランプ大統領に対し、中国が米国及びその同盟諸国、世界保健機関、つまり WHO ですね、などの国際機関による調査に対し、全面的かつ完全な説明をしたかどうかを60日以内に議会に報告するように求める。ポイント2、人獣共通感染症にさらされる危険がある
生鮮市場の全面閉鎖や新型コロナ流行の最中に香港で逮捕された民主活動家が全員釈放されているかどうかについてトランプ大統領に確認と報告を求める。ポイント3、米食品医薬品局、これはあの FDA ですね、その FDA に対して、中国の医薬品業界が米国と同等の安全基準で規制されているか調査し議会に報告することを義務付ける。ポイント4、中国側の対応が、不誠実だった場合にはですね、中国当局者の資産凍結や渡航制限、詐称、ビザですね、ビザの取り消し、中国人に対する学生ビザの発給停止、米金融機関による中国企業への融資制限、中国企業の米証券取引所への上場禁止などといった強力な制裁措置を挙げてね、少なくともそのうちの2つをですね、即時実施できるようにするというものなんですね。この法案の議会通過の可能性についてですけども、今現在の米国民のね、対中意識がね、非常に悪化しているということを前提に考えればね、当然通過の可能性がね、非常に高いと見るべきでしょうね。アメリカの大手の世論調査機関のハリスポールが4月に行った世論調査では、新型コロナウイルスの蔓延について、中国政府に責任があると思いますかとの問いに対して、あると答えた人は 77% で、ないの 23% をですね、はるかに上回ったということなんですね。アメリカではね、対中感情が、一般国民の間ですよ。対中感情が非常に悪化してるんですよ。で、議会もそれを非常に意識してるし、当然大統領もそれを選挙がね、控えてますから、意識してるということなんですね。ところで、アメリカ政府のね、対中貿易規制の対象として最も厳しいのがね、やっぱり将来のね、両国の国力をね、左右する、ハイテク分野なんですね。米商務省はね、5月15日、中国の通信機器大手のね、ファーウェイに対する事実上のね、禁輸措置を強化すると発表しました。具体的にはね、米商務省は、米国の技術を使って外国で製造した半導体をですね、ファーウェイに輸出する場合に、同省の許可を求める規制に変えるということなんですね。原則ですね、申請は却下することになるんで、輸出や事実上もう極めて厳しい状態になるということなんですね。また米国以外の国で製造した半導体であってもね、米国製の製造装置を使ったものであればね、ファーウェイに輸出できなくなるそうです。そうなるとね、世界の半導体メーカーの製品輸出がね、厳しくなり、ファーウェイの経営にはね、さらに大きな打撃となることでしょうね。この点に関してね、経済評論家の渡辺哲也氏は5月15日のツイッターで、ファーウェイは台湾 TSMC に生産を委託している 5G のチップが入らなくなると 5G 関連機器が作れない、米国の規制強化で TSMC は販売できなくなる、残念ながら、他からは手に入らない、中国では生産できない、今代わりに作れるとすればサムスンだけとツイートしました。そうですね。でもサムスンもね、アメリカを正面から敵に回すことはできないでしょうからね。そうなるとファーウェイはね、一層厳しい局面に立たされそうですね。このようにね、厳しい貿易制限にですね、踏み出したトランプ大統領は、トランプ政権のね、怒りをどう見るかなんですけどね、この点5月15日付のね、ザックザックの記事によればね、国際政治学者の藤井元気氏は、中国が昨年12月時点で、自国の医師から新型コロナウイルスの報告を受けながら、初動対応を誤り、情報を隠蔽し、国外への移動を制限しなかったことは事実だ。今年1月までに中国から40万人以上が
米国に移動したという、明らかにウイルスを移された形で起こらない方がおかしいと指摘しました。そしてその上でですね、今後の世界の枠組みについても触れて、中国では台湾への武力侵攻を唱える声もあり、米国も抑止行動を求められるなど軍事的な緊張もある、米中は今年1月第一段階の貿易協定、まあ、これは中国がね、一定の数値目標に基づいてね、米国から農産物などの輸入をね、大幅に拡大することを約束して、まあ、それを受けてね、まあ、アメリカ側もですね、通商対立が激化した昨年夏以降初めてね、対中制裁関税をですね、一部軽減するといった、まあ、措置を取る、まあ、その内容なんですけども、その協定にですね、一旦その署名したんですが、中国はこれをもね、もうもはや守らないかもしれないと。で、そうなると米国も貿易上の相互依存を解き、中国をサプライチェーンから外して先進国を集めた大きな経済グループを作るのではないか。一方の中国は一帯一路構想を中心とした比較的小さな経済グループ作りを迫られると分析してるんですね。まあ私もですね、ヨーロッパやオセアニアにおけるね、対中意識の、まあ、大きな変化やね、まあ、日本でも安倍総理が脱中国、生産の国内回帰、サプライチェーンの分散等をね、全面に押し出してきたことなどをね、勘案すれば、新型コロナ禍が落ち着いた後はですね、世界の枠組みがですね、中国を中核とするグループの、まあ、2大グループにね、分断される方向へと大きく変化するのではないかと思います。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。目覚めよ、日本人。よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。